はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。さあ妖怪ウォッチ2の新打ちやっていきましょう。調子堂に戻ってきました。どうもお晩です。久々だね。ものすごく辛い唐辛子見つかったかい？もちろん現代から持ってきましたよ。すごい遠かった。ヤバネロやばい相変わらずヤバそう。これはうむ、見るからに辛そうだわい。早速一口ペローン。辛いぞースーパーサイヤ人になったのこれフォーフォー、わしの舌と職人魂が熱く熱く燃え上がってきた。よーし待っとるけ、早速作業始めるぞい。さあこんな辛いもん食わせたら心臓麻痺で死んじゃうんじゃねえのこのおじいちゃん大丈夫か。素早いね。でも現代のできた、早い。現代のじいちゃんより早いぞ。早すぎる。超速。え、これぞ職人魂ってやつよ。見ろ、これがわしの精魂込めて作り上げた自信作。その名も、精コイン時計。精コイン時計。ほれ、記念に持っていけ。ん？精コイン時計か。精コでしょ？時計の。ね。そういうところも、あれね、ネタパクってんのね。パクってんじゃない。オマージュしてんのね。妖怪ウォッチね。もらっちゃっていいの？せっかく作ったのに。ああ、構わんぞい。わしの職人魂に火つけてくれたお礼だ。ありがとう。お前のおかげでいい仕事をさせてもらったわい。ありがとう、おじいちゃん。うむ、この時計から天使の職人魂、強い思いがひしひしと伝わってきますね。強い思いにこもったものほど、不思議な力宿ると聞いておることがあります。もしかしたら慶三さんも、こんな時計を探していたのかもしれません。きっとこの時計を元にして妖怪ウォッチができたんじゃないですかね。とにかくお目当ての部品ゲットできて、です持っていくんやりましたねちょ若干口回ってないそうだ、この唐辛子お前に返しておく。いやーこれ辛すぎたせいでしばらく辛いもん見なくないんでなあるある。いくら大好きなもんでも食いすぎると嫌になるような。ヤバネロ返してもらった。でもこれどうすんだよ、返してもらったところで何に使えんだよこのヤバネロ。ウィスパー、これどうしよっか。とりあえずもらっておきましょう。まあなんかもしかしたらね、後々にキーアイテムになる可能性もありますから、ね、まあ、取ってみましょう。お見事です。お、いい感じですね。よしよしよし、順調順調。お、なにこれ。え、逆転の剣。ランクが低い妖怪でもたちまち強くなるすごい剣、 D ランクまで。あー、そういう系か。あ、こっちも、これは守り、守り、逆転の剣、逆転の鏡、三種の神器だな。いや、力素早さでしょうどこまでもゴリ押しね。よし、こいこいこい。よし、早速。お、なにこれ。お、きた。これ大当たりじゃね。あ、当たりなのこれ。あ、これ普通の大当たり。あ、当たりなの。これこいつ叩いたら大当たりだったのかな。まあいいでしょう。やっとこれでキークエスト終わった。長かったな。妖怪ウォッチ完成のために必要な部品が全て揃いました。でも慶三には会えなかったね。そうですね、慶三さん抜きでは妖怪ウォッチの完成はありま完成しませんもんね。一度秘密基地に戻ってみましょう。はーい、よし。じゃあそしたら、このまんま秘密基地に戻っていけばいいのかな。特にそれまでは何もなさそうですね。はい、心を何、こっちまで行ってこうですね。はい、さてやってきた慶三の秘密基地入っていこう。お、いるじゃん慶三。慶三、お前ら何しに来た。俺は出て行けって言ったはずだぞ。ん、お前何持ってんだ。ちょっと見せてみろ。あ、これですか。ヤバネロ。あ、ヤバネロ、そっち妖怪ウォッチの方じゃなくて、成功ウォッチじゃなくて、ヤバネロ。えらく辛そうな唐辛子だな。こいつは使えるかも。ほう。ひえ、その棒は、その棒って、俺たちをカイマから助けてくれた時の、すごいね、カイマを叩けるんだね。こいつが効くのは、カイマとカイマに取り憑かれたやつだけだ。慶三の発明品の一つで、棒に唐辛子が塗ってあるんだ。あ、そうなんだ。カイマには唐辛子が効く。あれだね、ドラッグ、いや、ドラッグ、ドラッグ、普通にゃ
その辛そうな唐辛子を使えばもっとカイマをぶっ潰せるかもな。ところでケイゾウ、お前は今まで何をしてきたんだ。特訓、森の奥でな。そりゃあのノートに書かれた場所に行ってもいないわけだ。あのノート？お前が代わりにモッティが部品を取りに行ってくれたんだ。そう、取りに行ってたんですよ。ドラキュラがニンニク。言えた。よし。俺は何も頼んでねえぞ。貸しでも作ったつもりか？ケイゾウ、これは運命なんだ。お前にとってモッティは、少年ビートだ。ビート？なわけねえだろ。少年ビートはガッツ仮面がただ一人力を借りる存在。そうなんだ。なんかさ、WWE のレスラーにこういう人いますよね。緑のスーパーマンみたいなね。やめましょう、そういう話は。彼を支えるビームマン助手。少年ビートはガッツ仮面に助けられたのをきっかけにガッツ仮面の相棒になった。ほう。ケイゾウ、お前は一度モッティを助けた。ということは？なるほど。つまり、よし。お前らが集めてきた部品全部ここに出せ。ちょっと、物分かりが早すぎるけどね。妖怪ウォッチ完成させるって言ったんだよ、少年ビート。ケイゾウ、素直じゃないやつだな。ありがとう、じいちゃん。じいちゃんじゃない、ケイゾウだ。まあ、売り二つですよね、こう見るとね。あ、ここで終わり？もう。あ、続く？妖怪ウォッチゼロ式。まあ、あまりにもあっさりすぎますからね。ちょっとやっていきましょう、ちゃんとね。さあ、新しい話が始まりました。妖怪ウォッチの誕生に立ち会えるなんて夢みたいですね。感動ものです。千葉には寝てる。千葉には奥で見つかんないように寝てるわ。これでよしっと。おう。妖怪ウォッチ完成したの？ま、ゼロ式ってとこだな。こいつはまだ試作品だ。ベータバージョンってやつですね。ゼロ式。さあ、少年ピート、こいつをつけてみろ。おお。ゼロ式。かっけえなー。バージョン2。バージョン2だけどゼロみたいな。ゼロ式のボタンをタッチすれば、バトル中にゼロ式ウォッチに切り替えることができる。ほう。なんだそれ。のゼロ式ウォッチに切り替えると、技が G 技に、狙うがつつくに変わる。うん。G 技を使うと、通常の必殺技より強力な技が打てます。ただし、威力が強力なので、隣にいる妖怪も、陽気ゲージが減っちゃう。はいはいはい。で、つつくはサボったり取り憑かれている敵を選んで下画面をタッチする。サボったり取り憑かれてるね。はいはい。敵の妖怪をタッチして様々な、効果の、壺をつくことができる。状況に応じてつつく壺を選ぶのが戦いに有利になる。わ、ちょっとなんか難しそう。わ、ちょっと難しそうですね。なかなか、結構しっかり戦闘見れないときついかもね。わ、じいちゃん、じゃなかった。ケイゾウありがとう。ケイゾウ、お前はゼロ式を使わないのか？当たり前だろ。俺には呼び出す友達の妖怪なんかいないんだからね。まだそんなこと言ってるにゃーん。なんて頑固なやつにゃーん。とにかく、時計を作るのはこれっきり。俺は俺だけの力でカイマを戦う。こっちは特訓で忙しいんだ。じゃあな。素直になんないなぁ。どこまでも。いつ素直になるんだろうな。冬にはもう手が焼けるって感じだよね。ちょっと待ってよ。二人を追いかける。じゃあ素直に行きますか。はい。早速どこにもいないですよね。まだ遠くには行ってないはずです。近くを探してみましょう。でも矢印が下の方面に向いてるんで、まあこのまんま下に行ったらいいんですかね。ちょっとわからないですけど、なんかだいぶでも、これ大丈夫なのかな？矢印的には相当下の方見てるけど、向いてるけど、いい、大丈夫なのこれ。このまま下追ってっちゃっても。問題ないんですかね。まあまあまあ、じゃあ一応こう順路に従ってね、進路に従ってやっていきますけど、どっちだ？あー、そこにいるね。そこにいますね。はい。うわ、相変わらず取り憑かれてるよ。やべえよ。猫ちゃん、おいでおいで。おいでおいでおいで。ふぅ、おいでおいで。あー、頭おかしい。ちょっとダメ。もう話しかけちゃダメ。あんな人に話しかけちゃダメだけど。なんか大丈夫。井戸の中って暗くて怖い。あなたもどう？暗くて怖い井戸を覗き込んでみないかい？もうダメだわ。この人たち話しかけちゃいけない。お、冬にゃん。
フユニャンどうした？流されたか？まさか、まさか慶三が川に流さ、すまない、慶三とは話せなかった。そうか、慶三っていつもあんな感じにゃん。ああ、慶三はいつ友達を作ろうとしない。あいつと友達になりたい妖怪はたくさんいるのにな。こいつらみたいに。どいつら？めんこ、あ、牛乳瓶の蓋。古いね。ね、瓶の牛乳とか飲んだことないでしょ。もうなんかあれだよ、銭湯とかに行った時ぐらいしか飲まないよな。最近銭湯でも紙パックだもんな。へえ、こんな、昔はこんな感じだったんだ。あ、てかメダルか、メダルの代わりか。そうか、そういうことか。慶三が助けた妖怪を、書いたメモだ。要するにあいつが活躍した証さ。へえ、全部慶三が助けたんだ。むむ、この蓋に書かれているのはあの超メサな妖怪カッパさんじゃないですか。確かに、そんな方ともお知り合いだとは。慶三さんってすごい方だったんですね。カッパとはじめ、カッパをはじめとしてこの牛乳瓶の蓋に書かれた妖怪たちは、特に慶三の身近にいてこの村を守るため共に戦うことがあった、それもあってか、あの頑固な慶三も少し気を許していたようだったよ。じゃあその妖怪たちに慶三を説得してもらえばいいんじゃないかにゃ。おお、それはグッドアイデア。ムムム、よく見るとこの二人はカッパと出会った場所も書かれていますね。この村の北西に流れる川、そこに、かかった橋の近く。よし、じゃあそこに行きましょう。はい、カッパに会いに行くんですか。カッパか、カッパの川流れ、カッパ、カッパ、え、俺カッパと知り合いやで。ごめん、急に、なんか登れた、なんか登れた、なんか奥行ける、奥行ける、奥行ける、奥行けて、奥行けて、そこに宝箱が、そこに宝箱があるんだけど、これどうやって降りるの？降りる、降りる、これ超レアアイテムでしょ、これ。超レアアイテムでしょ。なんだこれ、レインボーリング。これ神アイテムの予感。これは神アイテムの予感ですよ、これ。絶対神アイテムめっちゃ強いでしょ、レインボーリング。レインボーだぜ、虹だぜ。ねえ、かの有名なゲームだったら最終武器になるぐらいの虹だぜ。ちょ、待って、ちょっとやばい、ちょっと、とりあえずでもカッパ。とりあえずカッパ。カッパあいつじゃねえの、カッパ。いつものカッパじゃないの。北西の、あ、そこにいるよね、ほら。位置も一緒じゃん。位置も一緒で、生き物としてもカッパで、まさかの、こけしじゃなくて、カッパ。俺すげえ伏線回収したな、これ。パート4つか5つぐらい前に、これ、このカッパに話しかけてるよな。話しかけてるよな、俺。すげえ伏線回収した、これ。その石はカッパだ。呪いで石にされてしまった。石化か。針持ってこい、針。この村が、カイマたちに襲われた日、金と銀という奴らがかけた呪い。金と銀。石にされちゃうにゃんって、怖いことするにゃん。しかも石にされたのはカッパだけじゃない。慶三と友達になりたいと思った妖怪みんな。そんな、ついに来ましたね、この超できる妖怪羊たる私の見せ場。なんと石化溶ける。それあれじゃないですか、色違いじゃないですか、単なる。その通り、石にされた妖怪を元に戻す薬です。こんなことがあろうかと、妖怪通販でポチっといた。よっ、ポチるっていうね。石化溶ける。ほんとご都合主義だわな。これで溶けたら、もはやね、多分妖怪ウォッチ2の一番ご都合主義だと思うわ。マジで？溶けちゃうの。よし！よしじゃねえ。よしじゃねえけど、よし。さすがにそこまでうまく話は進めたくない、俺も。うますぎる話が。だったら何でもいいじゃねえか、通販で頼めよって話だもんな。いやー、悪くなかった。きっと呪いの力が強すぎるんだ。俺と慶三も妖怪たちを元に戻そうと努力したが、呪いはピクリともしなかった。あの時、慶三も悔しがって石になった妖怪たち、けたや。カッパ、九段、人形、座敷わらし、そして、カラカサお化け。あれ？あったよ、この前。カラカサお化けさんですか？我々、その方と現代でお会いしましたよ。何？もしかして60年の間に呪いの力が弱まったのかもしれない。と
ということは現代であれば石化時計るのが効くかもしれない。また戻んの？また戻んの？いいよもう。ではこれを持っていってくれ、きっと手がかりになるはず。牛乳瓶の蓋。まあなんかのメモ代わりだな。蓋に書いてある、俺は系図を書いた時に備え秘密基地であいつの帰りを待っておく、君たちは妖怪たちの救出を集中してくれ。たらい回しにも程があるだろう。うわ、しかもキークエストやし、ちょっと確認だけしてみようか。うわ、5個ある。え、全員分？全員分？全員分？全部ケマモト？ケマモト、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 ケマモト。頑張りまーす。